グルメ。今回は六本木にあるぬるかん佐藤に行ってきたよ。マップはこちら。地下鉄日比谷線六本木駅2番出口から徒歩2分。こちらは渋谷や銀座などに複数店あるんですが、私は六本木店に行ってきました。てかね、六本木にあるっていう六本木のお店しか知らなくて、今回ちょっとお店のね、情報住所とか調べようと思った時に、あ、他のとこにも店舗あるんだっていうのを知りましたね。まあでもすごく素敵なお店だったので、お近くの店舗に行ってみてもいかがでしょうか。私も他の店舗も気になる。さあ早速行ってみましょう。外観はこちら。ビルの1階にあって、パッと見た感じ分かりづらいかなっていう感じなんだけど、このなんていうの、提灯みたいなのが、目印になっております。で、提灯に誘われて中に入っていくと、このね、あ、なんかもう良さげな店みたいな感じの外観が見えてきますので、ここから中に入っていきます。そして中に入ると、見てこのドドドドーンって酒瓶がこうバーってお店の壁側にね、ザーって並んでいて圧巻でした。すごかった。なんかこれあると、あ、絶対酒がいっぱいあるところやっていうのが分かりますね。美味しそうだね。お酒好きにはたまらない光景になっております。こうなんか他のところはお客様が行ったりとかしたので、ちょっと外観の写真はここしか撮れなかったんですが、厨房の周りぐるっと囲んだカウンター席の方に私は通していただきました。他にもテーブル席とかが奥にあるような雰囲気ですね。で、カウンターには何組かも、ね、いらっしゃって、みんなでね、お酒を飲みながら、美味しいご飯食べながら、まったりした時間を楽しんでおりました。さあさあさあ、夜中が空いてる時にね、このメニュー見るの楽しみですな。まずね、この焼酎とかビールとかも揃ってはいるんですが、やっぱりね、このお店は名前がぬるかん佐藤という名前だけあってね、お酒、日本酒がすごく豊富でした。この時行ったのがね、12月だったの、ちょっともう結構前になっちゃうんですけれども、師走おすすめの日本酒って、やっぱその時期に一番おすすめのお酒とかがメニューに揃えられているので、行くたびに多分全然ね、メニュー違うんだろうなっていう感じですね。と、このこれね、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、全国のお酒、各都道府県のお酒がこうザッと並んでます。この中から自分のね、好きな、あ、これ聞いたことあるとか、この県内飲んだことないなみたいなので選ぶのも楽しいかもしれません。そして超限定入荷とかね、そのおすすめのやつとかがずらっと載っているメニューも来ていますね。いや、本当にかなりの種類の日本酒があって、マジでどれ飲もうかすごく悩みます。さあ、いちごちゃんは何を飲んだでしょうか。その前に、こちらも超限定入荷はこういう14台とか、いろんなお酒がありますね。どれにする、どれにする、どれがもうみたいな感じですね。楽しみだね。さあ、私が頼んだお酒は、ちゃ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 ーん、ぬるかん。注ぎますよ。おいしそう。戻して。はい、私はやっぱりぬるかん佐藤に来たからには、ぬるかんを、缶のお酒を頼まねばと思いまして、栃木の褒美店をいただきました。なんかこの、あったかいままにしておける、こんなに機器みたいなのがありまして、そこにお酒入ったあれを入れて、自分のところの手元のやつに注ぐっていうので、その自分の手元のやつもここに火が入ってて、熱々のままずっと飲み続け、ちょうどいい温度で飲み続けることができるっていうやつですね。やっぱ普段はね、日本酒は冷やでいただくことが多いんですけれども、やっぱ店名にあるだけあってね、そのお酒が一番どの温度で飲んだら美味しいのかっていうのが分かってるなっていう感じで、本当にこれ今ね、お通しあるんだけど、めちゃめちゃ美味しかった。もうクイックイックイって飲めてしまう感じでした。あんまりで、このぬるかん飲み終わった後は、バン、はい、飲み比べ3種セット頼みました。あまりにもお酒ありすぎるし、もうどれ選んだらいいか分かんないから、それだったらおすすめ3種を一気に飲めるセットがいいでしょうということで、これにしました。左からクラゲ、浅間山、プロトタイプ01とミクシードシリーズキムロック
ていう、3種類のお酒をいただきました。全部美味しかったんだけど、個人的に、この中で一番好きだったのはキムロックってやつの右側のこのね、ロックのあのロックパンクみたいな感じのマシンガンズみたいな感じのあのジャケットのやつでした。あの何が来るか分かんないので自分で選んだわけじゃないけど、でもこれやっぱなんか普通に自分で選んでもこれ気になるって飲んじゃうかもしれないっていう、キムロック美味しかったですね。ここね、ちゃんとおチョコにね入れていただきました。で、お酒飲んだらちゃんとお水飲まないといけません。やわらぎ水のボトルもあの机にね置いといてもらって、水飲んでお酒飲んでお水飲んでお酒飲んでってね、ちょうどいい塩梅で飲ませていただきました。さあ、これらのお酒に合う美味しいご飯たちを紹介していきます。まずはこちら、お通しです。あーなんですが、お通し美味しかったのは覚えてるんです。ごめんなさい、これは何だったのかがわからない。多分ね、 お魚だったと思うんだよね。美味しかったです。すごく美味しかったの。あの一番最初のぬる缶の時にも一緒にこれね写真写ってるんですが、そのぬる缶にぴったりなお酒、あのお通しだったのは間違いないんです。もう豆豉が美味しいとね、これから出てくる料理に期待が高まる高まる。もう本当に美味しかった。ただ何だったのかは思い出せないんです。すいません。はい、次がこちら。本物の梅追証です。メニューにさ、本物の梅追証って書いてあったらもう頼むしかないじゃん。私が今まで食べてたのは本物じゃなかったのかもしれないと思って。梅追証ってもうさ、絶対それだけでも美味しいけど、本物とはみたいな。偽物か本物かってちゃんと考えたことなかったと。私はその真偽のほどとかいうのを確かめる術がないというかわからないけれども、これが美味しかったのは間違いないです。これが本物か、これが本物の味かと思って食べました。あの本当にさ、梅水晶ってずっと食べてられるよね。これはもう本当に最初の方に頼んだし、最初の方に出てきたんだけど、もうずっとちま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 最後の方までずっと食べてました。本当に最高の箸休みですね。美味しかったです。続いてはこちら、本マグロとアボカドのタルタルです。見た目も美しい、そして美味しい、最高。このね、下にかかってマヨと混ぜて食べるとおまおまなのです。本当に美味しかった。これまた見た目めっちゃ綺麗だよね。なんかもうこういう風に出てきたらさ、もう普通にそれだけで嬉しい、テンションが上がる。自分で作れないやつ、いや本マグロとアボカドがあったらもしかしたら作れるのかもしれないけど、私この不器用でガサツないちごちゃんにはこの美しさは到底できない。いやこれは本当に美しかったな。顔嬉しい。あのこうやって美しく出てくるのって嬉しいよね。そして続きましてこちら、白子の天ぷら。もうめっちゃ美味しい、大好き。外はサク、中はトロ、お塩とすぐちでいただくこの美味、本当に美味しかった。最高にお酒に合います。もう本当にさ、大人になって美味しいと感じられるようになったんだよね、白子はね。昔はなんかこう、見た目もなんかあんま好きじゃない、なんか怖いみたいな感じ思ったけども、こんなに美味しいと思えるようになるとは、本当にあの大人になってよかったなと思うものの一つですね。本当に美味しかった、大好き、美味しい。まあもうあの日本酒飲むところに来てお刺身食べないことなんてないよねみたいな感じなんですが、お刺身5点盛り美味しかった。あのいつものごとくいちごちゃんお魚の名前が分かりかねるタイプの妖怪なので、あのこれが何でこれが何でって一個ずつ説明できないんですけれども、まずもうこのさ、見た目がもうお箸入れるのがもったいないくらい美味しかった。もうこれが美味しくないわけないよね。この見た目で美味しくないなんてことありえないよね。本当に美味しかったです。間違いなく美味しかったです。もう想像通り、あなたが思ってるように美味しかったです。お酒に合います。そして次はちょっと、まずはこちらの動画をご覧ください。ででんででんでんでん、グツグツしている、これはなんだ、パーン、ズワイガニとウニのカニ味噌コーラです。これきです。あー美味しい、もう美味しい、絶対美味しい、美味しくないわけない。なんて最高でしょう、なんて贅沢なんでしょう。見てても口の中に味が思い浮かんじゃう。日本酒に合う。これもね、梅水晶と同じくずっとチビチビ食べてましたね。もう本当にさ、これ舐めて酒飲んで、これ舐めて酒飲んでっていうもうさ、永久期間だよね。本当に美味しかった。見るだけでもお酒進むもんな。これ写真だけで酒飲めるなって感じだよね。美味しかった。本当に美味しかった。これ食べた後に、最後、一番最後は、シャーベット。本日のシャーベット。いちごのやつでしたね。お酒飲んで、美味しいもの食べて、ペロペロになっていたので、もう甘酸っぱいシャーベットが口の中に染み渡りました。美味しかった。
最後ちょっとこのね、カニ味噌での動画じゃない、カニ味噌の画像で、締めのあれに進んでいこうかと思うんですけれども、本当にね、どれをとってもどれもこれも本当に美味しかった。もう全部見てたらなんとなくわかると思うけど、本当に全部美味しかった。場所柄的に接待とかでも使えそうなお店で、すごいなんか贅沢な感じの時間を過ごすことができました。なんかね、すごいコミコミもしてなくて、そのお客さんとずつとのこう距離もすごい、カウンターだけど取れてて、なんかギュッてされてるなとか、人の話し声がうるさいなとかもなくて、なんか居心地がいい空間でした。本当にね、すごいおすすめ。他の店舗もどういう感じなんだろう、行ってみたいな。とにかく六本木店はすごい落ち着いててとっても良かったです。毎回思うんだけど、本当にさ、お店のメニューの端から端まで全部食べれないのが悔しくてしょうがないよね。もう全部本当に美味しそうだったので、まだ絶対行って、今回食べれなかったもの食べたいなと思います。今回も本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。